市民球場です。福岡ソフトバンクホークス対広島東洋カープ、この試合の模様をお送りいたします。ホークスの先発は左の和田、対するカープの先発は右の薮田、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右の薮田、マウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。1回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。トップバッターは佐藤。背番号30。第7球を投げました。内角低め外れてフォアボール。先頭バッターにフォアボールを与えます。投げました。あーっと、ショーフライになった。取りました。送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。背番号第4球を投げました。打った、流し、ファーストへ力のないライナーです。レフトフィルダー長谷川優也、背番号24。さあ、投球は5球目。インロー、空振り三振。バットが空を切りました。薮田、今日はまずまずの立ち上がりです。0対0で迎える2回です。ツーアウトランナーなしという場面で白浜。第9、初球はストライク、まずは見送りました。第2球投げました。ストライク。第3球を投げました。インロー、ボール。投げた、空振り三振。最後は空振り三振に倒れました。2回の表が終わって0対0です。カープ追う展開で迎える5回です。ワンアウトランナーなしという場面で白浜。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げた、ストライク。第3球を投げた、打ったに当たりだ。ワンバウンドヒットになる。ライトからセカンドへ、ランナー二塁でストップ。白浜、いいバッティングを見せました。ホークス追う展開で迎える5回です。ツーアウトランナー一塁という場面で長谷川。投球は3球目、投げた、インコース低めいっぱい、見逃し三振。薮田、見事なピッチングです。前半が終わりまして3対2、ホークス、この回1点を返しています。ホークス追う展開で迎える6回です。ワンアウトランナー1塁という場面でリチャード、ボール。第4球を投げた、打ちました、センターへの打球、掴みました。ボールは中継、ランナー1塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。次は5球目、打ちました、当たり損ない。林、自らベースを踏んで3アウト。一塁ランナー田代、残塁に終わりました。中盤まで終了しまして3対2です。試合は終盤7回に入ります。この回のトップバッターは白浜。第9、真ん中にストライク、まずは見送りました。第2球打った、左中間のフライ、ワンバウンドヒット。白浜、ナイスバッティングです。カーピッチャー交代です。遠藤降板、左の高橋、今日3番手としてマウンドに上がります。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。長谷川優也、第4球を一塁ランナー出た、二塁送球はどうだ、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。投げました、空振り三振。今日2三振の野村、ここまで2打席連続三振。2球目空振り、少し迷ったか。第3球を投げました、打った、切れていきます、ファール。次が4球目、投げました、打ちました、ファールボール。次が5球目、打ちました、セカンドライナー。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第5球投げました、流し打ち、どうだ、掴んで、これで3アウトになります。
カープこの回ノーアウト二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。8回までが終了しまして3対2です。さあいよいよ最終回、先頭バッターは白浜。第1球投げました。初球決まってストライク。まずは見送りました。1球目ストライクから投げた。打ちました。これはいい当たり、抜けた。白浜いいバッチ。ホークス何としても得点を挙げたい9回です。ノーアウトランナー1塁という場面で海野、今日はここまで3打数ノーヒット。投げた。あーっとショーフライになった。ファール。第3球あーっとショーフライになった。ファールボール。第4球を投げた。おっとスリーバントだ。ピッチャーが左へ転がした。アウト。ランナー二塁に進みました。カープ同点のピンチを迎えます。第2球二塁ランナースタート、打ちました。ヒットエンドラン、二遊間ライナー破っていった。カープ最終回で追いつかれました。3対3。バッターはトップに帰って佐藤、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振1つ外してボール。次が4球目投げた、外れた。ボール。さあ投球は5球目打った、ショートライナー。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、ライト前クリーンヒット、ライトからサードへ。高田ナイスバッティングです。カープさよならのピンチとなりました。カープピッチャーを変えてきました。高橋降板。ここでマウンドに上がったのは鈴木。さよならのピンチで登板です。今日は配球にも注目したいと思います。さあこれが試合を決定づける場面となるか。第2球投げました。アウトコース低めいっぱい、ストライク。これで追い込みました。第4球を投げました。ボール低め投げました。ストレートはボール。第6球をランナー自動的にスタートします。三振。鈴木見事に流れを断ち切りました。同点で迎える10回です。バッターは田代。今日146キロ直球、空振り三振、2者連続三振、引き分けで終了です。お送りしてまいりました一戦は3対3、引き分けで終了しています。